自宅でもちょっと工夫するだけで料理の写真はかっこよくおしゃれに撮れます。料理写真に興味がある方は最後までご覧ください。こんにちは、写真家の立花龍馬です。いつもいいねコメントありがとうございます。引き続き茨城で開催される写真のワークショップ絶賛募集中なので、もしご興味がある方は下の概要欄からお申し込みください。今回は料理写真実践編をお届けしたいと思います。イエーイ。今日はライティングしないで自然光を回しながら撮っていきたいと思います。もし好評だったらライティングをした料理写真も実践でやっていきたいと思うので、たくさんいいねお願いします。まあ実際に今日は実験しながら、これをこうやるとこう見えるよね、これをこうやるとこう見えるよねっていうのをやっていきたいと思います。まあ実際に私が仕事の現場でも、もちろん最終的なイメージがあって、ある程度こうするっていうのは決まってるけど、だけどほとんどがその現場で試行錯誤しながら、もっとこうやったらいいよねっていうのを探しながら撮影してます。よくなかなかスタイリングが決まらないとか、撮影に時間がかかってしまうっていう人がいるんだけど、当然です。写真には答えがないので、だから迷ったり、もっといいものができるんじゃないかなってそう思うのは当たり前のことなので、だから試行錯誤しながらこれだっていうのを見つけていけば OK です。まあいろいろ光の回し方とか、あと置き方とか、あと何を入れるかとか、実際にやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、それではやっていきましょう。で、今日の料理はこちらです。チキンのトマト煮かな。にプチトマトを周りに置いた感じです。今日は器を鉄の器にしました。ちょっとかっこいい感じ、高級レストランみたいな、ちょっとアンダー目でかっこいいイメージの料理にしたいと思います。で、もし洋風の可愛い感じだったらこういう器に入れればいいし、あと爽やかで朝食っぽい感じの透明感のある感じだったらこういう器を使えばいいし、もう器で全然写真は変わります。なので自分がどういうイメージで撮りたいかを明確にする。私は今日はアンダー目で高級感のある感じを出したかったので、器は鉄の器を使いました。まあこういうシルバーの器とかでもすごく高級感は出るんだけど、全体的に暗めの感じで、その時にこの器だとこの器が目立ってしまうので、ちょっと違うかなと思いました。で、こういう石の器に置くっていうのもおしゃれな感じが出るので、これも面白いなと思ったけど、今日はやっぱり料理の間から見える器が光沢感がある感じがかっこいいなと思ったので、こういうマットな石は今日は使いません。じゃあちょっとやっていきましょう。で、もうこれちょっと時間が経ってシズル感があんまり出てないので、もう料理撮影の必殺技、もう鉄板技はオリーブオイルです。で、オリーブオイルを表面に塗ることで光がオリーブオイルに当たって、でシズル感が出ます。ちょっとやってみましょう。こういう感じで、もし時間が経った料理でもオリーブオイルを表面に塗ることで光沢感、シズル感が出ます。お肉とかの表面に塗ってもすごく光沢感が出るし、こういうトマトとかこういう野菜の表面に軽く塗るのもいいです。まあ私はサラダ油よりもオリーブオイルの方が体にいいので体に気を使うお年頃なので、もしそういう方はオリーブオイルおすすめです。薄く表面に、あんまりつけすぎるとギドギドした感じになるので、油が多すぎると体に悪そうなイメージで美味しくなさそうに見えるので、やっぱり今特にヘルシーブームなので、あんまり油ギドギドした感じは出さない方がいいです。これで仕込みは OK です。で、次に何をやるかって言ったら、料理の顔を決めます。どれが正面か。で、この料理の顔は正面がこっちです。
なので顔がここっていうことです。で、取る前にこういうお箸とかでバランスを整えます。ちょっと変に重なってるところとかで、バランスが悪いところ、重い部分をこうやってこういう感じですね。これである程度整えました。まあこれは取りながらもっと詰めていくので、だいたい OK ってなったら取り始めます。はい、それではやっていきます。で、カメラは三脚につけて少しずつ動かしながらベストのポジションを見つけていきます。手持ちで撮ると、せっかく微調整しても自分が違う方向から撮るとまた見え方が変わってくるので、だから細かく詰めていくときは三脚につけることをお勧めします。で、まず光は半逆光で、右斜め後ろ、左斜め後ろ、どっちの方がいいですかって質問もよくあるんですが、私は左斜め後ろの逆光を選びます。これは何でかって言ったら、私は広告だったり雑誌だったり結構写真に文字が乗っかる場合が多くて、文章は左から右に流れていくので目線が Z、 左から右、右から左下、左下から右っていう感じに流れるので、光は Z の始まりの左側から当たってる方が見やすいです。まあ私はほぼ特別な理由がない限りライトは左からです。そっちの方が文字が乗っかった時に見やすいし、まあだから左側から打って間違いないです。で、そうなるとどこを背景にするか決まりますよね。ここの場所だったらこっちから当たる光だから、だから私の立ち位置はこっちですよね。そうすると左斜め下から当たる半逆光を作れるからです。で、そこのポジションが決まったら、この背景の線をまっすぐ入れるか斜めに入れるか、私は今日はクールな感じ、かっこいい感じにしたいので、背景に動きが出るようにシャープな線になるように斜めの線にしたいと思います。まずはベタな斜め45度から撮ってみましょう。まあこれが一番立体感があって、昭和の頃は斜め45度が一般的でした。昭和の料理本を見るとほとんどが斜め45度から撮ってます。で、斜め45度から撮るメリットは立体感が出ること、あと全部の素材が綺麗に見えること。なのでそれが料理の撮影では当たり前だったんだけど、今の流行りは真上です。真俯瞰、まあこれはカフェっぽい感じのおしゃれなイメージになったりするから、若い子たちがインスタとかでそういう写真をアップしておしゃれってなったからそうなってるので、だから最近の料理本は真上から撮ってるものが多いです。なのでおしゃれな感じ、カフェっぽい感じ、あと若い子に受けそうな感じだったら真上から撮るといいです。じゃあ両方撮るので見てみましょう。はい、でカメラ位置が決まったら料理を置きます。料理の顔を見ながらどっちを向かしたいかっていうのを考えてバランスを取ります。まずはいろいろ入れずにシンプルにこの料理だけを取ります。で、物足りないところにどんどん足していくっていう感じにすることをお勧めします。じゃあもう一度、もうかなり時間が経っちゃったから本当はもう出来たてをサクッて取らないと時間は命なので、こんなに時間が経ったら美味しそうに見えなくなるから本当はダメです。今日は撮影なのでお許しください。もう料理が出てきたらもうシャッターを切れるように準備しとかないと、もう冷めたら美味しそうに見えないので、はい、本当は時間命なので急いでやります。で、食材のバランスを見るときは必ずカメラ位置から見てください。変に固まってるところがないかバランスを見て、で、ベタってしてるところがあったらこういう棒とかで空気を入れます。浮かしてあげる、こういう感じで。そうすると立体感が出るので、結構ベタってしがちなので、だから浮かしてあげてください。 OK、 じゃあ1枚撮ってみます。で、今日使うのは 55mm の F2.8 のマクロレンズ。もうほとんどこのレンズで対応してます。だからいろんなレンズはいりません。もうズームレンズとマクロレンズがあればほとんどのものが撮れるので、で、レフ板を入れていきます。
で、料理は特にシズル感が大事なので、こっちから光が来るっていうことは反対のこっちに影ができます。で、影ができた部分は光が当たらないから光沢感、シズル感が出ません。だから白レフを入れることで光沢感を出します。で、影があんまり強すぎると美味しく見えないから、影を柔らかくするっていう目的もあります。普通のカメラ用品じゃなくても、このぐらいのサイズの料理だったらコピー用紙で十分です。もうこれだけで全然、ほらちょっとここ見てて、これがそのまんま写真に出ます。ちょっとアップにしましょう。はい、どのぐらいレフ板が効くか見ててくださいね。はい、ここのシャドウを見てくださいね。いきまーす。ほらほらほら、こんな違う。で、ここに光沢感、これは白いこのコピー用紙がここに映り込んだってこと、あと光が反射して光が当たったってこと。こんなに違うんです。ほら、このプチトマトの表面にこの白レフが映り込んでるから光沢感が出てます。こんなに違うんです。で、こっち側もこういう感じ。うん、めっちゃ綺麗。だからよく影を柔らかくするために逆からライトを打つ人もいるけど、私はその使い方は好きじゃないです。なんでかって言ったら、やっぱり人工的な光が入ることで作り込んだ感じが出て、特に今の時代はオーガニックが好きな人とか自然な体にいいものが好きな人が多いから、人工的な光を受け付けない人も多いです。だからもしヘルシーな感じだったり、美味しそうな感じだったり、みずみずしい感じだったら、なるべくライティングはしないで自然光を回すっていう方が私は好きです。ちょっと撮ってみましょうか。で、まずはみんながよくやってしまうお皿も全部入れる。これはイメージによってはありなんだけど、お皿を入れるっていうことはお皿の形も見てる人に情報として入ってくるっていうことだから、いろんな情報が入ってきて、何を言いたいのっていうふうになるので、いらないものを排除していけばいくほど自分の伝えたいイメージが伝わるっていう意味では、お皿の情報がいるんだったら入れた方がいいけど、いらないやったら切った方がいいってことです。ちょっと全部入れて撮ってみますね、違いを。まずテストです。後ろはボッケボケにしたくないので F の4でいきましょう。で、シャッタースピードは三脚に立ってるので結構遅くできるけど、30分の1でまずテストしましょう。で、明るさは ISO 感度で調整していきます。まあこのぐらいだったら ISO100 からいってみましょう。絞りが F4、 シャッタースピード30分の1、 ISO 感度が100。これで1回テストします。料理の並び方とか細かいところはまだやらなくていいです。まずは露出を合わせます。はい、いきます。うん、普通に綺麗に撮れました。まあ普通に綺麗に美味しそうにだったらこの明るさがいいと思うけど、私の今回のイメージは美味しそうに爽やかにってイメージじゃなくて、かっこよく高級レストランで食べる感じなので、この明るさはちょっと明るすぎて朝っぽいイメージなので、私のイメージは夜のイメージだから、だからちょっと露出を落としていきます。で、やっぱり今白で起こしてるのでちょっと爽やかな感じだから、片側だけ黒で締めたいと思います。影を強くする、黒で締めます。で、この時にどっちを白で起こしてどっちを黒で締めるかは、例えばここのトマトがポイントだったら、こっちは白で起こしてこっちに影をつける。この料理のこっち側を明るくした方がシズル感が出るんだったら、こっちを白だし、どっちに光を当てたいかで決めればいいです。で、この料理の場合はここにシズル感を出したいので、こっちを黒で締めて、で、影を強くすることでここのシズル感をさらに強調するっていう感じでやってみます。全部に光が当たって綺麗に映ると何にも見えなくなるっていうことです。だから見えないところを作ることで見えるところは際立ってくるっていうことですね。はい、じゃあやってみましょう。
まだスタイリングはこのままでテストです。はい、一気に高級感が出ました。だけど私のイメージではこれだとちょっとまだ爽やかすぎるから、もっと暗くして高級感を出していきます。じゃあもうISO感度で暗くすることができないので、どうするかって言ったらシャッタースピードを速くして暗くしていきます。でこの時に絞りを絞って暗くするっていう選択をする人もいるけど、これは被写界深度が変わって背景のボケ方が変わってきます。もし今の F4 のボケ感が嫌だったら絞りを絞ってピントをもっと合わせるっていう選択はいいんだけど、このボケ感がいいんだったらもう触らない。なぜならボケ感が変わるからっていうことは、絞り、シャッタースピード、ISO感度の3つのうちの ISO 感度はこれ以上下げれない、で絞りは変えたくないっていうことは、もうシャッタースピードしか残ってないから躊躇なくシャッタースピードで明るさをコントロールするっていうことです。じゃあシャッタースピード30分の1だったのをシャッタースピード125分の1にして、これで撮ってみます。カチャ、おー来た、来ましたね。すっごい高級感が出た。これで光が決まったら料理のスタイリングをしていきます。もう初めの明るいのでやめてたらこの写真にたどり着いてないっていうことです。だから自分のイメージがあったらイメージ通りになるまで白レフを黒に変えたり、後ろが強すぎたら後ろを切ったり、今私の中では80点、何かが足りない。で何が足りないのかなって思った時に、ちょっと後ろからの光が強すぎるな、まだちょっと爽やかすぎるなっていうのがあるので、もうちょっと光を詰めていきたいと思います。じゃあどうするかって言ったら、後ろからの光が強いっていうことは外の光が強すぎるっていうことなので、カーテンかアートレでこの光を切って柔らかくします。はい、私はもうアートレ大好きっ子なので、アートレで後ろを切ります。こういう感じですね。まあ目で見ても明らかに暗くなるの分かりますよね。で暗くなるっていうことは光が柔らかくなる、拡散するってことなので、ほらこんなに光の質が変わるってこと、ほらね。でもちろんトマトとかこのチーズとかはこの質感も拾うってことです。だから私がアートレにこだわるのはこのアートレのぬめり感、これを素材に写したいからです。だから全然違います。だから何を使うかで全然変わるので、もう私はアートレ、なぜならアートレっ子だからもう間違いないから、アートレ本当にこのぬめり感もうやばいっしょ。あとね、こうやってセットを組んでる時もこのアートレの質感を触ってるとめっちゃ安心する。もうこのねぬめり感もうたまんないっす。はい、落ちた雑ほらほら、アートレもうちょっと開発しようかな。アートレちょっとアートレ開発してアートレ売ろうかなマジで写真変わるから。 OK、 雑でも大丈夫、写真に影響しなければ。ほらもう全然、もう見てこの光の柔らかさ、たまらん、見て最高。でこっち黒ね、うーわやっべえぞこれ。で裏技としては、後ろのこっちの右側を暗くしたかったらこういう感じで回り込ませてもいいってこと。ほらこうね、はい、ほらこっち側を潰すことでこっちの手前の一番見せたいところがさらに際立つっていうこと。ちょっとこれいってみよう。うー、しっとり美しい、おー
た。俺の求めてた。うわ、全然違う。来ちゃった。もう光はこれ。もうこれでいい。いやー、これね。動画でわかるかな。全然質感変わるからね。で、これで光が決まったら、あとは細かくスタイリングしていきます。この写真を見ながら角度だったりで、今いろいろライティングしてる間に時間が経ったから、もう一回空気を入れてボリュームを調整、空気を入れてふわっとさせる。もうベタってなってるともう絶対美味しそうに見えないから、本当はこんなに時間かけちゃダメ。まあ今日は撮影だからしょうがないから、絶対ベタってなっちゃうからね、必ず空気を入れて持ち上げてあげる。もうチーズももう本当は作りたてで撮りたいけど。で、写真を見ながらテカリが欲しいところ、シズル感が欲しいところをもう一回、ここのチーズがやっぱり時間が経っちゃってるから、チーズのシズル感もっと出したいので、はい、オリーブオイルで。結構トマトの光沢感もポイント、この料理の。しかも今このアートレで光をめっちゃ柔らかくしたから、だから強い光が当たってないからシズル感が出づらいから、だからこうやってオリーブオイルで光沢感を誇張する。そうするとめちゃくちゃかっこよくなる。あー、ちょっとね、ここ緑欲しいな。ちょっと緑が欲しいので、パセリとか何か、ちょっと今緑が欲しかったので、パセリとか、あとこういう葉っぱ、もうこれやれば一気に高級感が出る間違いないから、一気に高級感出るので、あんまりやりすぎないぐらい、ワンポイント。まず、はい、パセリで、おー、立体感出るね。で、緑を、ちょっと肉料理とかでもすごくこういうのは、特に肉料理だと茶色で色がないから、こういう緑の葉っぱとかでワンポイント色を入れるといいです。あー、ちょっと白入れよう。チーズ、粉チーズ、粉チーズも優秀、めっちゃ使えるから。粉チーズね、この子もお利口さん。ちょっとおしゃれ感増す。結構ステーキとかだったらお塩を空いてるところにパラってかけたり、それもおしゃれだけどね。まあ今日はちょっと粉チーズ、白が欲しい。おー、ぽい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 ねで、もう一回空いた隙間のところにオリーブオイルで仕上げよう。おー、うわー、ぽくなってきたね。うわー、美味しそう美味しそう美味しそう。よっしゃ、よしよしよし楽しいね撮影楽しいわ、やっぱりよし、オーマイガーちょっと行ってみよう。おー、かっけー。もうちょっと寄せようかな。いいんじゃない。で、今お皿を全部入れて、で、ど真ん中に収めてます。じゃあこれをさっき言ったように、このお皿の丸さを見せたいわけじゃないので、お皿を切って取ってみますね。どうなるか、皿切りでいきます。これはもう一箇所でもいい、全部切らなくていいから、一箇所でも切れてれば全然イメージ変わるので。あー、上をちょっと切ろうかな。で、このお皿の曲線は残したいので、全部切るとこのお皿の丸みの良さがなくなるので、わー、ちょっと、そうだな、上を気持ち切るだけで OK かな。これでいってみよう。あー、なるほど、ちょっと手前が重くなるのか、奥のえのきは生かした方が、ちょっと見てみようかな。あー、ちょっと上が切れると窮屈か。あー、逆に今度下を切ってみます。あー、なるほどな、そうだね、主役の真ん中の肉はこっちの方が美味しそうに見えるね。やっぱり主役が美味しそうに見えないとね。そうだね、こっちだ。お皿のこの R も見えやすいし、手前を切ろう。もっと寄ってみよう。あー、このぐらい寄ってもいいね。
ちょっともうちょっと寄ろ。そうだね、お皿の丸みはこれでわかるからな。そうだね。ちょっと端っこに寄せて、上側のこの明るい部分に空間を持たしたり、いろいろやってみましょう、構図変えながら。あ、このバランスもいいね。そう、これね、構図の名前とかないの。真ん中にボーンって入れたら重かったから、だから少し抜けを作りたい、だからここに隙間を開けたっていうだけ。これを2分割とか3分割とか構図の名前はないから。それよりも見てて重いなとか詰まりすぎだなとか、それを解決するために空間を開けたりしたら、あ、ここいいじゃんになるってこと。だから構図ありきで撮ることはないから。 OK、 いろいろやってみますね。今何分かで何枚も撮れて、その中で後で選べばいいじゃんってこと。手前を開けてみたり、だから初めに光が決まればどう撮ってもあとはかっこよくなるから大丈夫。あー、これもいいね。こっち側を少し開ければバランスが取れたね。なるほど、面白い。ちょっと暗い部分を開けたり、いいシャッター音DF ちゃん、俺のテンション上げてくれる。よし、今度上目から行ってみよう。ほら、おしゃれー。カフェ、はい、カフェで、やっぱりね、この背景の線を斜めにしてるからすっごい動きが出る。これをまっすぐにするとちょっと面白くないかなって感じ。おっしゃれー簡単よ。だって今見てても分かるように難しいことしてないからね、全然。で、どういう食材があるか上から撮ると食材が見える。これは単焦点なので、なので脚立に乗って上から撮る。ちょっと引き気味で撮りたいから。カフェ、もうこんなの簡単にできるから。で、やっぱりこの器が合ってるのと、あとこの古材がめちゃくちゃ雰囲気に合ってるから、だからカフェっぽくやるにはこの古材を何枚、3枚ぐらい買っとけばできるから。いやー、美味しそう。お腹空いてきた。思いっきり寄っても可愛いな。光がいいからもうどう撮ってもいいね。ちょっと寄りでイメージカットも撮っとこうか、いろんな食材のね。もう光がいいからどう撮ってもいい感じになる。ナイス。やっぱりこのね、丸い鉄の器がね、めっちゃ効いてるね。わー、めっちゃいいかぼちゃより、あら、美味しそう。オッケー、ナイスわー、美味しそうもうちょっと手から吸おうかな。いやー、撮影楽しいね、やっぱやっぱ楽しいよ、撮影は。寄りで撮るからさ、結構しずる感がアップになるから。またお化粧もうカッピカピだからね、何にもやってなかったら撮影でめっちゃ時間かかってるから、それを作りたてに見せるのもカメラマンの腕の見せ所だからね。よっしゃー、オッケー、よし、こう。わー、しずる感。あ、ちなみにしずる感って語源は英語のしずるだからね。それがしずる感の語源ね、多分わー、美味しそう。もうね、
光ができたらどうとってもかっこいいの。だから大事なの、光。もう反逆光以外で撮る必要ないよ。もうイメージがあるんだったら別だけど、もうとにかく料理は反逆光で撮ってれば間違いないから。まあ逆にその自分のイメージが順光の方がいいんだったらそれはいいと思うけど。あーかっこいい。ちょっと縦も人を撮るみたいな感じで縦でも撮ろう。あーやっぱ縦いいな。もういっぱい撮っとけばいいからね。うんーナイスー。あーいい。うー、カメラを斜めにして撮ったら動きがまた出るからね。もう撮りまくり、いろいろ工夫して。やっぱり縦の方が収めやすいな。いつも縦で撮ってるからね。面白い。結構大胆に斜めもすごいいいな。わー、いやーもういくらでも撮れちゃうね。やばい。うん、縦でこの背景を生かすのもありだね。よし。じゃあ今もう料理だけめっちゃシンプルに撮ったのをちょっと足していこっか。で足していくときに大事なのは光がこっちから来てるっていうのを考えながら、じゃあ光を当てた方がいいのか当たらない方がいいのかっていうのを詰めていきます。まあ定番はサラダね。サラダはもう邪魔しないように透明の器、もうこれは鉄板かな。これを個性的なのに入れるともうそっちに目がいっちゃうから、だから狙ってやるんじゃなければもうシンプルな透明のこういう器が一番いいです。で攻めるんだったら個性的なのでもいいけど、そこは攻める必要あるかなって俺は思う。邪魔しない。でサラダもちゃんと空気を入れてあげて、こういう感じでベタってなるのが一番美味しくなそうだから、みずみずしい感じで。パプリカとか色が入るとすごく映えるので、こういう人参の赤とか、あとこういう紫のキャベツ、ほらいいね。でもう一個コーン。もうカピカピになってる。腕でなんとか美味しそうに見せるよ。カピカピ。やりすぎない程度にね。やっぱりね、時間が経つと光沢感もそうだけど、やっぱりベチャってなるから、だから光沢感はオリーブオイルでカバーして、でベチャってなったやつはもうこうやって空気を入れてふんわりさせる。空気を入れてあげると美味しそうに見えるからね。ベタってなったやつはこうやって修正できるから。よし。で光がこっちから当たってるから、この透明のサラダの器はと光が当たった方が綺麗だから、サラダはこっちで、これはもう見えなくてもいいぐらいな感じだから、なんか2つより3つのがバランスが取りやすいので、まあシャドウ側暗くなっても OK ぐらいで、置き方は S 字をイメージして、直線的にならないように、この S のこの上にそれぞれが乗ってる感じ、そうするとバランスが良くなります。で重さを見ながら、でよくある失敗が重なり合っちゃうこと。例えば斜め45度から撮るときに近すぎるとものすごい塊になって、ちょっと一回見てみますね。例えば斜め45度で撮って、今撮った感じだとここのメインの料理と後ろのサラダのこの器が重なってものすごい窮屈な感じになっちゃうから、斜め45度から撮るんだったらこっから見て隙間をこうかぶんないようにバランスを取ってあげる。
で離れすぎてもかっこ悪いから、うわなんかかっこ悪いなと思ったら寄せればいい、こういうことね。でこういうやつもここの取っ手の部分、柄の部分があるから、これがこうなると変だよね。ちょっと取ってみるね。うん、こうするとこのメイン料理にかぶってるから邪魔してるってこと。だからこの取っ手の部分を外に出して、でバランスを取る、こういう感じね。この S 字をイメージするとどこに置いたらバランスがいいか見えてくる。で主役を見立たせようと思ったら、もうこのサラダは切っていいからね。全部3つ入れるともういかにも説明しましたって感じになるし、目線が3つに散らばるから、だからこの主役が目立たなくなる。だからもうこれは入ってるだけで OK ぐらいな感じで取って、あーここもうちょっとここが空きすぎだから下げよう、でこれが上に行き過ぎだから下げようっていう感じでバランスを取っていきます。うん、でああちょっと詰まりすぎだからこっちにずらそうとか、もうあくまでも脇役、あくまでも脇役だから、もしこれでやってみてしっくりこなかったら外す。まあどうだろうな、あんまりごちゃごちゃいらないかな、ちょっとねチープに見えちゃうもんな。やっぱりこれはいらないかな。ちょっと薄くなるね存在感が。光をイメージに近づけられたから、あんまりごちゃごちゃしてこう目線が散るのが嫌だな。まあ悪くはないけど、さっきの方が自分のイメージに近いかなって感じかな。そうだね、なんかしっくりこないな。そうだから結局撮ってみて違ったら変えればいいだけだから、だからもしああこうだったらいいかもなと思うんだったらやってみるといい。で違ったらすぐに変えればいいから。まあ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 、これはこれでちょっと上目からもいってみようか。上からの方が面白いのかな。そうだね、なんかちょっとどうだろうな、あんまりごちゃっていうのは好きじゃないな。説明だったらいいけどね、自分の作品っぽい感じにしたかったら、そうだな、なんかしっくりこないね。で3つ並べたりした時に隙間が空いたりすると、そこの空間が物足りない場合は緑を入れたりしても OK です。例えばここの空間がちょっと寂しいなと思ったら緑を入れるのも OK だし、まあこういう小物、フォークとかスプーンとかを埋めてもいいし、なんかその料理に関係するものであればハマると思うので、全く関係ないものを置くと厳しい。ちょっとやってみましょうか。でカメラの位置から見てバランスを取っていく。ちょっとバランス見ながら取ってみましょう。ちょっとこっちが目立つから、で上にちょっと置いてみよう。美味しそう。ちょっと好きすぎ、こうやって調整しながらやれば OK だからね。いろいろ入れながら試してみれば OK だから、いい光だったらまあいろいろやっても絵になるから、だから初めにやっぱり光を作るのは大事だね。ずらしながらいろんなバリエーションに撮っとく、上からも横からも。あとグリーンも入れてみるか。でこの場合はなじませるためにちょっと濃いめのグリーンを入れてみます。もしこれが白っぽかったら結構それが目立っちゃうので、背景が白だったら白っぽい緑がいいけど、背景となじませるためにちょっと濃いめのやつを入れてみますね。こっちのがしっくりくるかな。やっぱりゴールドがなんか主役よりも目立ったりすると目がそっちに行くから、あー重いな。ちょっと
と入れるぐらいかな。うん、少し入るぐらい、もしくは束、もしくは映り込む本数を減らすとか、ちょっと少なめにやってみようか。このぐらいだったら邪魔じゃないね。ちょっとうるさいな、やっぱり。この2つで手前に入れるとか、なんかサラダがね爽やかになるんだよな。ちょっとやっぱりサラダが爽やかになるから、サラダはちょっと引こう。こっちの方がかっこいいイメージに近いね。そうだね。このこういうバランスがいいか。やっぱりね、サラダが違ったなんかしっくりこないなと思ってたんだけど、サラダだね。 OK、 見えてきた。そうだね、サラダだ。やっぱりね、あの緑が爽やかになりすぎて、ここが重なってるから少しずらして重ならないように、でバランスを取る。そうだね、これでバランス取れてきたね。面白いね。やっぱりなんかね、しっくりこない時って絶対解決方法が見つかるから。ちょっとバランス取れてきたね。だから諦めない。この向きが同じ向きになると気持ち悪いから、例えばこの取っ手がこっちを向いてるから、これは取っ手と違う方向を向けるっていう、そういう感じでバランスを取るといいです。そう、向きが同じだと気持ち悪いからね。やっぱりサラダだったな、しっくりこないのは。なんかこういう小物は2つ並べた時にバランスが悪い時に使うといいです。やっぱり2つより3つの方がバランス取りやすいので、だけどあんまり重くしたくない時はこういう植物とかのアイテムで間を埋めるといいです。そうだね。やっぱりなんか単品ではかっこいいなって思っても、実際に組み合わせると全然違ったりもあるから、だからやっぱりやってみないと分かんないね。頭で考えても全然合わない時もあるし。こっちの方がやっぱいいな、サラダより。手前ボケ入れてみる？みんな手前ボケ好きだもんね。薄めのやつでいくか。よし、じゃあ最後に手前ボケいきましょうか。これで2つ入れて、でその隙間に手前ボケを入れてみます。はい、まず斜め45度からいきましょう。で2つをバランスを見て配置して、で空いたところに手前ボケを入れていく。もしこれを使うんだったら覗きながら、でバランスがいいところ、まあだいたいフレームの端っこがバランスがいいので、あんまり強引に入れない方がいい。ちょっとかするぐらい。そうこんな感じで何枚も取っていく。一番見せたいところにはかぶんないように気をつけて。あんまりやりすぎてもうるさいからね、やりすぎないように。まあちょっと今日のイメージには合わないよね。ちょっと濃いめのやつでも前ボケやってみましょう。ちょっとクールにしたかったら濃いめのやつがいいですね。爽やかだったら明るめの緑。まあベタって置くよりはこっちの前ボケにした方が立体感、奥行き感は出るから、どう見せたいかで、立体感出したかったら手前ボケで使うといいかな。あんまり重くなりすぎないようにボリュームを調整しながら、ちょっと両方比べてみましょう。今度ベタ置き、隙間は埋まるんだけど、やっぱりちょっとベタっとした感じになるので、だからもし立体感を出したかったら手で持ってちょっとぼかしてあげるっていうのがいいですね。緑の薄いやつだと爽やかな感じになっちゃうから、今回の私のイメージには合わないかな。
だからね、やっぱりイメージによって全然使うアイテムも変わってくるし、だからイメージが大事。イメージが決まってないと何にもできない。まあ、ちょっとうるさいね、なんかやった感が出るね、前ボケは。ちょっと俺は好きじゃないな。なんか覗いた感じっぽいのは出るんだけど、少しやりすぎるとあざとくなるよね。だからどのくらい入れるかだね。中途半端だったらやらない方がいいし、やっぱ明るい緑は違うな。やるんだったら地面に置いてたやつをちょっと手で持って浮かすぐらい、なんかそれが一番バランスが良さそう。じゃあ最後ちょっと器を変えて雰囲気がどう変わるかで終わりましょう。器でどのくらい変わるか、ちょっと透明の皿でやってみましょうか。ライトは変えずに器だけ変えてやってみましょう。もう別物だよ、別物。これで器の大事さが分かると思います。おー、爽やか。一気に爽やかになったね。ね、器の大事さ。ちょっとこれは爽やかに取ろっか。空気を入れながらふわっと置く。はい、じゃあ取ってみます。これも器が四角形なので動きを出すために斜めに入れましょう。で、爽やかにしたいので黒締めじゃなくて白で起こします。おー、光ってる。やっぱガラスはいいね、透明感があって。まずはカメラの位置をちゃんと固定します。まずは斜め45度からいきましょう。で、背景の線を斜めに入れたから動きが出て、で、この両方じゃあ撮ってみましょう。皿の向きでどんだけ違うか。で、オリーブオイルで1時間経った料理をテカらせる。怒られるよマジで。1時間も経ってるじゃないか。早く食べてあげないと、美味しいうちに。ごめんなさい。やっぱり解説しながらカメラの位置を変えながらやると時間かかるよね。しょうがない、俺は悪くない。あ、みずみずしくなった。1時間経っても大丈夫。よし。うわー、出来たてほやほや。湯気立ってるよ。まずじゃあお皿をまっすぐからいってみましょうか。本当に変わるから。だからね、すっごい変えなくてもいいんだよ。もうちょっと変えるだけで全然変わるから。じゃあまずはカメラに対してお皿をまっすぐでいきますね。これがね、静かな感じ、どっしりした感じ。爽やか。ガラス爽やか、透明感がめっちゃ出た。光は一緒だからね、器が違うだけだからね。やっば。あと白レフか、両方白レフにしただけ。うわー、めっちゃ爽やか。写真って面白いよね、こんなに変わるんだもん。ほら、もう器だよ器。申し訳ないけど料理は器、何を取るかじゃなくて何に入れるかだね、間違いない。きれ。これ見たらさ、どんだけ器が大事かわかるっしょ。いや、カメラより器だよ。いいカメラ買うんだったらいい器買った方がいい料理の写真撮れるよ、間違いなく。よし、今度斜め行ってみよう。ほら、もう動きが、全然動きが、いやー、まるで違う、別物。じゃあ斜めに器をやってどうなるか。はい、ドン。ふう、全然違います、別物です。だからどういうイメージで撮りたいかが大事だっていうことね。分かんなかったら両方撮ればいいだけだからね。でね、今お皿が綺麗にね入ってるから、ちょっとね料理に目がいかなくて、このお皿に目がいくからお皿を切ります。はい、寄ります。もうこれで全然見え方変わるから、この器の特徴も生かしつつ大事な料理に目線を生かせる、それが大事。このぐらいか。これで器の特徴もわかるし、で料理に目がいくし、両方手に入る。全然変わる。もうちょっと角度つけようか。
わあ、ああ、いいんじゃない、このガラスの光り方が最高だね。やっぱガラスすげえな。絶対料理取る人はね、ガラスの器いろんな形の持ってるといいよ。マジで便利、マジで使える。あー、めっちゃ爽やかじゃん、綺麗。ライト使ってないからね。カーテンにアートレを重ねてるだけで、光を白で起こしてるだけ。ちょっとこじゃれた感じ行きたくなったね。チーズ行ってみる。この器がさ、結構個性が強いから、周りに粉があってもおしゃれかもね。ほら、フランス料理でソースが飛び出して器に来てる感じ。わわ、やりすぎた。もう大胆に行こう。ちょ、やばい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 。ちょっと巨匠の作ったフランス料理っぽくなってない？なってない。ちょっと汚え、ここ。わあ、いい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 ね。ほら、うん、よし。おお、ちょっとおしゃれじゃない？やってみよう。これで終わり。お、ちょっとアーティスティックな、お、かっこいい。いや、いいんじゃない。あー、微妙。うるせーって感じ。あー、うるさいな、ちょっとやりすぎ。これ悪い例ね、やりすぎ。調子に乗ったらこうなっちゃうよっていう悪い例。これやりすぎちゃった。ちょっと落とそう。もうぐちゃぐちゃになったね。これがリアル。うん、ちょっとほどほどだね、やっぱり。ちょっとみんなにほら、何でもほどほどにって教えてあげるために、体を張って失敗したから。よし。おお、ほん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 、まあ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 。やっぱり何にもしない方が良かった。だけどほら、もうさっき撮ってるからさ、別にこれで失敗しても問題ないでしょ。ちょっと前ボケ入れてみる。どっちが合うかやってみようか。あー、やっぱり俺ね、いろいろ入れるの好きじゃないな。わー、なるほど。うん、おー、いいんじゃない。うん、あー、重いか。もうちょっと薄いやつの方がいいか。あー、そうだね、このぐらい薄くて。あー、爽やかになるね、やっぱり。うん、ほう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 、あ、いいんじゃない、このぐらいいいんじゃない。あ、さっき全然ハマんなかったのに。やっぱりイメージで全然変わるね、小道具が。だから何でもいいわけじゃないんだよ。あー、いい動きが出るね。さっき全然これしっくりこなかったけど、前ボケに使った時。 DM いいシャッター音してんな、相変わらず。この振動もめっちゃ俺のテンション上げてくれる。気持ちいいもん、シャッター押しててありがとね、いつも。あー、いいんじゃない。ちょっとトマトにかかってていいね。うん、奥行き感が出るから。だからさ、大事な主役を潰さなければいいからさ、でその時にどれが主役か決まってないと前ボケすらできないってことだよ。で、手前のトマトはもうあくまでも名脇役だから、あの丸いのがあるっていうだけで十分いい仕事してるから。全部見せなきゃいけないって思う必要なんかない。全部見せなきゃいけないとか、見えなくなったらいけないとか考えなくていいからね、自由だから。ほら、いい感じ。ほら、トマトいい仕事してるじゃん。手前のトマトにちょっとかかるだけですっごい立体感出るし、ほら、際立つ際立つ。これ造花だからね、造花で十分使えるから、枯れないし。ほら、綺麗。ちょっとの工夫だからね、何でも前ボケにすればいいってもんじゃないから。さっきハマんなかったもん。うん、この爽やかな感じと緑がめっちゃ合うね。で、さっき濃いのをやったら重すぎたでしょ。あー、いい。この前ボケも三脚に立てたらやりやすいから、やっぱり三脚物撮りの時いいよ。おお、ほら、こうやって手が開くからさ。うーん、
あ、このぐらい大胆にいっても面白いかもね。うん、これは大胆にいってもいいかも。でもし手で持つのがあれだったら、三脚に立てたりライトスタンドに立てたりスマホ用のスタンドに立てたりも OK だから、こういうスタンドにこうやってテープで貼ればほら高さも調整できるし、これでちょうどいい場所に前ボケ作れるから、うん、これめっちゃやりやすい。スタンドで高さを変えて前ボケを作る。で最後ちょうどねこの料理がカピカピになったから、最後ちょっと裏技、カピカピになっても強引にシュズル感を出す方法、テレテテテテー鏡強烈なレフ板になるから、これはアパレルの洋服とかのスパンコールとかワンポイントでついてる光り物を光らせる時にやるやり方、これを料理でも使える。こうね、ほらこのトマトとかもほら、だから銀レフの強烈なやつって考えたらいい。ちょっとじゃあありなしでやってみようか、よりで。これは結構アパレルの撮影でもめっちゃ俺は使うし、あと髪の毛をちょっと光らせたりする時もこれ使えるので、じゃあよりで分かりやすく、トマトとチーズが分かりやすいか。じゃあ何もないので取るとカチャ、これね。じゃあ鏡を使うと光らせたいところに鏡を、で今結構アートレで光を弱くしてるから、だからやりすぎにならない。あーいいね、ほら光沢感出る。おー綺麗。おーオーマイガー、わ全然違う、めっちゃいい。ナイス、綺麗でしょ。1時間経った料理でもこんなに沈む感が出るあーカピカピ。オリーブオイルは頑張ってくれたでしょう。今度これに湯気を足して作りたてほやほやな感じにするレタッチをお見せしますもしいいねがいっぱい来たらね求められてないんだったらやらない、求められてるんだったらやる。もしいいと思ったらいいねつけてください。湯気レタッチやるので、はい、1時間経った料理をあたかも今できたかのような写真に仕上げるレタッチ、めっちゃ変わるよ。全然難しくない、誰でもできるやり方。おお、ほら光沢感がやばいでしょ。ちょトマト見てほしい。何でも使うの、なんか写真用品じゃないといけないとかさ、有名なメーカーじゃいけないとかさ、全然ないから。おお綺麗、ほらめっちゃええやん。ね、工夫一つ、鏡一個で写真が変わるの。だからもうアホみたいに高いカメラを買うんだったら、こういう光を生み出したり光を作ったり光をコントロールするやつにお金をかけた方が最終的にいい写真になるってこと。残念ながら事実です、これが。だから全部カメラやレンズにお金を突っ込んで、こういう光を回したり柔らかくしたりで光を生み出すものにお金を突っ込めなかったらいい写真にならないよってこと。だから私は最低限のスペックのカメラで OK、 その代わりその余ったお金を自分が撮りたいイメージの写真を撮るために使ってほしいと思うから、無駄なレンズ無駄なカメラを買うのはやめましょうって言ってるんです。ということで今日は実際に料理を撮影しました。まあちょっといろいろやりたかったんだけど時間かかりすぎたので、もしみんなが他のやつも見たいって思うんであれば撮らせていただきます。だけど評判が悪かったらやりませんみんなが見たいものをやりたいと思うので、次回また料理をやるかどうかはまたそれを見ながら決めるので、本当にいいと思った人だけいいねをください。まあ今日いろいろ撮ってみたんですが、まあ本当にこれは好みなので、最後の透明のやつが爽やかで好きっていう人ももちろんいるし、初めのちょっとクールなアンダー目の写真が好きっていう人もいるので、これが好みなんです。だからみんな違ってみんないいってこと。同じ場所で同じライトで同じレンズでカメラで、でこんなに器だけで変わるんだよっていうことです。
だから料理にこだわるのももちろんそうだけど、私は同じ料理でも器で全然変わるので、だから私は料理は器だと思います。高い器っていう意味じゃなくて、自分のイメージに合った器です。まあ料理はできるだけ早く取るっていうのがセオリーだし、もうその方が美味しそうに見えるに決まってるんだけど、まあ今日みたいに動画を撮りながらだとなかなか時間がかかったりもするけど、まあ1時間ぐらい経ってもこのぐらいのクオリティで撮れるよっていうのは分かったと思うので、もし出来たてを撮れない時も工夫することで美味しそうに見えるように撮れます。まあ本当みんなが見たいっていうのであれば、今日の写真に湯気をつけて、もう今できました、出来たてほやほやですっていう感じに仕上げる方法もやってみたいと思います。もうね、本当ね、私の今動画を見てくださってる方が知りたいこと、見たいこと、やってほしいことを私はやりたいと思ってるので、もう私がやりたいっていうのはないから、みんなが見て楽しめるものは何っていうのを私は知りたいです。ぜひこういうのが見たいですっていうのを教えてください。まあ料理もね、どうなんだろう、女性は結構自分で作ったのを撮ったりするけど、男性はなかなか料理を撮る機会がないのかなと思うけど、まあ奥さんが作ったやつとか彼女が作ったやつを撮ってあげたら、また愛が深くなるんじゃないかなと思うので多分奥さん感動すると思う。自分が作った料理を、ありがとうね、美味しそうだねって言って撮って、うわー美味しそう、ほんと天才だねって言ってあげてください奥さんの作った料理で話が弾んだら最高だと思うのでイチャイチャしてくださいいや、もうやっぱり今日みたいにいろいろ実験しながら写真撮るのは本当楽しいので、難しいとかこう撮ったらこう思われるかなとか、もうそんなのを捨てて楽しんで写真撮ってほしいです。もう実験だから、もう人生は冒険ユタボンか写真は実験、人生は冒険バイユタボンじゃあねバイバーイ料理の撮影楽しいぞ、イエーイ、ありがとうございましたいつもいいねコメント本当にありがとうございます。今見てくださってる皆さんが見たい動画を撮っていきたいので、ぜひコメント欄にこういうの見たいです、こういうのやってくださいっていうのがあったら書いてください。できる限り撮っていきたいと思うので、ぜひコメントください。引き続き茨城のワークショップめっちゃ楽しいので、まだ少し枠があるので、もしご興味のある方はお早めにお申し込みください。たくさんの方からお申し込みいただき本当にありがとうございます。もう皆さんと直接会って写真を楽しく撮れるのをワクワクしてます。めっちゃ楽しみなので待っててください。じゃあねー、バイバイ、イエーイ、お会いするの楽しみです。バイバイ。